イーモノレーダーチャンネル。こんにちは、イーモノレーダーチャンネルのカズサンドです。いやね、もうポケカが全くね引きが悪くて引きが悪くて、はい。で、今回はですね、もう必ず SR ね、できれば HR とかね当てるということで、はい、もうボックス買いできました。ちょっとね、仕事がね朝早くあったので、いつもより早く出て、で、あのセブンイレブンに寄ったらですね、ドーンと置いてありまして、で、何パック購入できますかって言ったら、もう制限ありませんって言って、じゃあボックスでもいいんですかって言ったら、どうぞって言うんで、はい、ボックス買いまだ手つかずの状態でですね、あったので買ってきました。もうこれは必ずね入ってますので、いやー、なんとかね、こうエチガイとかね出してみたいと思います。ぜひね、最近の最近ね、ちょっとね変なことがありまして、自転車でね、仕事から帰る途中にですね、信号で止まってたら、バタ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 っつってね、なんかうわっと思ったら、肩にね鳥が乗ったんですよ。鳥が見たことない鳥がね、なんかこう頭が こんなね、あのトサカがブワーってなってるようなね、鳥が肩に止まってね、多分インコだと思うんですけども、はい、うわなんだと思って、でちょっとしばらくね写真とか撮ったんで、こんな感じですわ、これ飼われてたのかなってね、これ、まあ、ちょっと警察とかに届けた方がいいのかなとかね思ってたら、またバタバタって飛んでっちゃったので、いや、そんなね不思議なこともあったんで、もしかするとね、これなんか出るかもしれないのでそれも期待 しながらですね、開けていきたいと思います。で、今回ね、もう30パックあるんでね、とにかくね早く開けてって、中身をね見て、まあダブルレアとかね、まあレアが出たらね、その辺をちょっと見ていきたいと思います。じゃあまず1パック目いきたいと思います。はい、こうですね、はいはい、マジでマジか、出落ちじゃん。あ、でもいいよね。ね、ヒガナの決意。あ、嬉しい。これ当たりじゃないの、ある意味ね。いやー、そうですか。出落ち。でも、今まで来なかったからね。ここで一気に来ましたね。ヒガナの決意。これね、結構いいんじゃない、どうなんでしょう。いや、よかった。ちょっとこうですね、はい、いや、いいんじゃないのいいんじゃないの、いや、マジか。じゃあ残りいや、まだ分かんないからね、もしかしたらね紙ボックスとして、2枚ねあるかもしれないんでね、ちょっと何とも言えませんけども、はい、では行きましょう。いや、びっくりしたの、いきなり来るとは思わなかったんでね、はい。あ、これですね、これの SR、いや、いいんじゃないのね。え、はい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 、どうなんだろうね、あの価格帯も後で調べたいと思いますけども、よいしょ、はい、ね、よいしょ、おチャーレム、チャーレムのダブルレア、おお、こんな感じなんですね、はい、上に電撃って書いてある、あ、今までちょっと違うね、はいはいはい、で最後ゴム、いやー、もう一個あるかな、いきなりね出落ちだったんでね、出落ちはね、ちょっと動画上ね、プルプル、はい、今までね開けてきていきなり出たってね、そんなないと思うんですけども、おー、ギャラドス、トリプルレアですね、はい、この間
あれこの間出たやつは、あ、これは違うのか。あ、でも A 一緒だな。これね、あれ、あ、逆？逆向きだね。ちょっと色も違う感じですね。これはファミリーのボックスかな、うん、から出てくるキラーカードのやつですけどね。はい、一応これだけキラーなんじゃね、ちょっと確保してますけど、はい、トリプルレアいいですね、ギャラドス。いや、今までなかなかね、トリプルレアもね、ほぼほぼ出なかったんで、ほぼほぼ出なかったんで、はいはいはい、うん、え、当たり付きアイス、こんなんだね。当たり付きアイス、うん、これはどうなんだろうね、グッズとして使えるのかね。はい、では次サンドね、サンドがいるんでね。はい、もう一個あるかな。まあまあまあね、トリプルレアとかね、あると思うんでね、はい、はい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 、よいしょ、はい、おお、オーロット、へえ、トリプルレアね、オーロット VMAX、 へえ、すごい強そうやね、見た目はね、ああ、はい、2枚目レアが出てないね。あれ、ダブルレアとかが1枚出てて、レアが出てない、レアが出てないで、トリプルレアが2枚、 SR おかしいな。はい、はい、じゃあ残りがね、なんかだんだんとあれですよね。なんか動画的にちょっとね、順番ちょっと違うな、うん、まだわかんないよ、まだわかんない、もう一枚何かあるかもしれないからね、うん、スーパーボールですね、はい、はい、いきます、よいしょよいしょ、あ、これやっとレア出たね、レジエレキ、うん、はい、言いにくい、レジエレキ、パックね、開けやすいのとね、なんかね、開けにくいのがあるね、これ作られてる工場によって違うのかな。あ、なんかまた、おお、これはダブルレアですね、はいはい、やな、サナ、サナくんですね、はい、よいしょ、タツブ、スーパーボール、ヤクデム、 UR コンがないんだ、ハネピコ、エレス、オドシシ、はい、この絵、この絵結構好きだよね、個人的には好きですね、オーロットダブルレアですね、はい、うん、オーロットトリプルレアとダブルレア揃いました、はい、なんか同じ傾向の方がね揃うね、率が高いですね、レディーブ、レア、ランドロス、ランドロス、これもレアですね、シシ、あ、ジガルデ、ジガルデ、はい、よいしょ、あ、レジ系、レジドラゴン、あ、ね、レジドラゴン、レジ系なの、はいはい、レディーフルボーイ、ヨガシ、はい、スクールボーイの SR とかはないよね、もちろんね、
たいと思いますけど、あったらちょっとそれはちょっといらないかなと。はい、ユーコンハピナスか、はい、いやー出落ちだねこれね、出落ちだね。完全に出落ちだね。はい、あ後ろにこれはレアか、ストリンだ、ストリンだ、うん、あかっこいいね、かっこいい、うん、よいしょ、おーおーおー、レックーザー、ダブルレア、はい、レックーザーのね、トリプルレアがね出てほしいんですけども、はい、レックーザーいいね、かっこいいね、いいわ竜のハート、あかっこいいね、やっぱ迫力あるね、あレックーザー、はい、ね、今回のねメインはねやっぱレックーザーですからね、あレックーザーのトリプルレアね、あの SR めちゃくちゃかっこいいですけどね、あの特にエチガイのこの後ろから見てるね、うん、後頭部が見えるってやつ、ね、うん、あれがねいいなと思ってますけどね、あれなかなか出ないでしょうね、うん、残りわずかとなってきましたが、あそれでも結構時間かんだねこれね、開けるだけでも、ビクティニービクティニー、はーい、はい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 と、はいはいはい、あーもう最後の方にねレアが溜まってましたね、わたっこ、うん、わたっこどうなんでしょうね、ヒガラの決意ね、うん、天津屋のひなた、名前も似てるけどなんかこう雰囲気もなんか似てる感じ、ね、分かる人は分かる人はなんか分かってくれるんじゃないかな、なんとなくね、なんとなく、うん、まあ、めちゃくちゃ似てるわけじゃないんだけどなんか雰囲気はね、うん、なんかひなた名前もね、ヒガラ、ひなた、なんか似てる感じしますけど、プリューね、プリュー、はいはいと、さあラストです、ラスト、やっぱ出落ちか、出落ちか、そうですか、まあね、でも今回ね出落ちで、まあ日がなの決意で良かったなと思いますけども、あ、はい、ボーマンだ、はい、アップリューね、はい、ということで、まあ一応ですね、出たのが SR、 うん、いやこれ良かったな、うん、嬉しい、はい、そして、トリプルレアが2枚、うん、オーロットと、はい、ヤラボスね、まあできればねここがねレックーザが出てくれれば良かったんですけど、まあしょうがないですね、はい、そして、ダブルレアがね、ここはレックーザだと、はい、でオーロとギャラドス、うん、そしてチャレン、はい、4枚ですね、そして、レアレアが1、2、3、4、5、6、7、8枚ですね、はい、って感じでした、でもよかった、出落ちだったけどね、ね動画的にはちょっと悲しい、けど良かった、はい、ということで久しぶりのポケモンカード嬉しい、あ、 See you next movie。